はい、どうもお疲れ様でございます。鍋でございます。いやー、カメラがですね、無事届いて、実は本日ねレンズも届きました。いやー、よかった。今日ね、日中にね、カメラ本体が届いて、で、同じくしてね、レンズも届きました。いやー、よかったっすね。でね、レンズはね、何を買ったかっていうとね、これつけてますよ。これです。これドーン、タムロン。はい、タムロンの17mm50mm の F2.8 同士ってやつね。はい、これをね買いました。うん、タムロン、キャー、たまらんすね。はい、これでね、もうバッチリ子供たちをね撮影できるんじゃないかなと思ってます。まあ望遠はね効いてないんですけど、まあ要は明るさがねきっちりと撮れてて、でまあこれでねある程度撮って、でまあいよいよこうトリミングっていうんですかね、してまあちょっと出そうかなとね、そんな風にしてでかそうかなと思っております。はい、でシグマとタムロンのレンズね、やっぱオートフォーカスのスピードがシグマの方がやっぱ速いらしいですね。なんですけどやっぱシグマちょっと高いで、今日ちょっとね、こうフォーカス、オートフォーカスどんな感じかなと思ってやってたんですけどね、結構速いかなと思ってね、今ちょっと電源入れましたけどね、ね、まあ早いかな。早いですよね。なんかね、これぐらいでいいかな、十分かな。思っております。はい、いやーね、いい買い物しましたよって、言いたかったんですけど、やられました。液晶を見てください。はい、エラー20発生しました。電源切ってください。電源切るんですね。で電源切って電源立ち上げてね、立ち上がるでしょ。これ半押しまで行くんですよ。シャッター切れないね。これどういうこと、これもう参りましたよ、ほんと。動画だからね、ちょっとヘラヘラしてますけどね、もうちょっとブチギレ寸前ですよ。で、Amazon さんでね、Amazon で買ったっていうか、まあその個人出品者なんでしょうね、お店、一応ストアみたいになってるんですけど、でそのストアの評価もすごく高かったんですよ。で日中言った通りね、ここが訳ありですよって。だけどバッチリフォーカスも効くし外観も綺麗だしって書いてあった。でもね、シャッター切れるとは書いてなかったけど、シャッター切れないとも書いてないんですよ。これジャンクじゃんって話ですよね。もうね、いや、カメラの詳しい人だったらなんかできるのかもしれませんよね。だから私がね、例えばこうやってハンドガンがジャンクで売られてて、でね、素人の人が打てませんって、でもそれだったら直せると思うんですよ。あ、ここが多分ダメなんだろうなって、そういう感覚だと思うんですよ。で私はこれカメラ素人だから、もうシャッター切れなかったら壊れてるってなるんですよ。もうね、参りましたよ本当に。あとで2日しかないの、2日でこれどうにもならないもんね。もう一個本体買えないし、もうね、がっかりっすよ。ほんと。だからね、1万2万出してね、もう一個
まあちょっとね隠したボディかなんかのが変えてねっていうんだったら、近くにカメラの北村さんとかあるんで、まあ買うっていうのもね、いよいよっすよ。もうね、神さんに泣きついてでも買って撮りたいって。だってレンズはきっといいはずだからね、レンズは問題ないと思うからね。で北村さんとかショップ行けばね、多分こうちょっと試し撮りもできるだろうし、まさか壊れてるの売ったりはしないだろうから大丈夫だと思うんですけど、でもねやっぱりね、アマゾンっていうブランド信じてますよね、信じてますよね、だってますよね。そこへ来てねこれだからもうがっかりですよ、でね、まあちょっとじゃあどんな感じになってるかね、ちょっと見ていただきます、どうぞ。はい、それじゃあですね、ちょっと電源を立ち上げてみたいと思います。はい、電源を、あ、逆だった、電源オンね。はい、電源を立ち上げました。でね、なんかセンサークリーニングって出て、でここね、こっちの上の窓はねちゃんと出てるんですよ。でまあ今なんかこうフルオートみたいな状態になってるんですけど、でね、まあ、モニターが全然ねつかなかった。でこれは今日ね日中お話ししたんですけど、まあ、こうメニューとかねこう押すといろいろ動かせるんですよ。動かせる。でバッテリー情報でこれも戻せるね。でこう液晶の明るさとかねこう戻せる。でここにこうボタンあるんですけど、これが多分ね、このファインダーと液晶を切り替えるボタンだと思うんですけど、これを押すとね、今ガチャッと動いてる。ほら、エラー20か。で、これ電源落としますね。電源落とします。で、電源立ち上げます。エラー22が発生した。でね、ここからね、ちょっとバッテリーをね、一回抜きますね。バッテリーを抜きます。これバッテリー抜いて、で、またバッテリー。で、電源入れます。で、電源入れると、つくんですよ。でね、これファインダー覗けかな？ファインダー覗けかな？ファインダー覗けるな。ファインダー覗けますね。これね、半押ししましょうかね。ほら、ちょっとね、フォーカスは動く。22って言ってるじゃん。フォーカス動く。で、これでシャッター切ります。こう半押しするとね、フォーカスで、シャッター切ります。綺麗だ。見えますかね。シャッター綺麗だ。こんなね感じなんですよ。でまたねこれ液晶に切り替えようとすると液晶に切り替わらない。はい、ということでね、こんな感じだったんですよ。参りましたね、本当に参った。ね、いやこれだったらね、なんかフラッシュ動かないとかねボディボロボロとかね、グリップペタペタのがよっぽど良かったですよ、本当に。後からだって外装交換とかできるでしょきっと。ね、同じ金かけるにしてもね。参りましたよね。だからとりあえず出品者の方に、まあ今日物届いたんだけどシャッター切れませんって一応メール送ってます。ただねまだ返事返ってこない。まあお盆がねにかかるっていうのもあるんでしょうけども、まあ今日8月10日なんでね、で明日があの山の日で祭日じゃないですか。だからもしかしたら
ね、その絡みで返信が遅くなってるのかもしれないんですけど、参った、本当もう返品手続きかなと思ってますね、うん。で、キャノンさん の, あの修理センターっていうんですか、サービスセンターっていうんですか、そちらの方も電話でちょっと確認したんですよ。で、まあ、こうエラーの認証が出ててシャッター切れないんですということで話して、やっぱりね、そんな電話越しじゃどう対処していいかなんかわからないんでしょうから、やっぱり修理出していただくしかないっていうような方向性の話しかできませんからね、先方もね。だからまあこちらも、はあそうですよねっていうだけなんで、もう本当になんかかけるだけ無駄っていうかね、あのキャノンさんに本当に無駄な時間を使わせちゃったなぐらいのね、こっちも恐縮しちゃって、ねえ、これ本当ね、マジ頭きたんですけどね、これ地元の業者だったら殴り込みますよ本当に、冗談じゃないですからね。向こうもね、商売でやってるわけでしょ、壊れてもん出すなよって話でね、ちょっとだんだんイライラしてきたな。どうはい、ということでね、すっげえ見た目は超かっちょいいね、もうこれですげえ取れるんじゃないかと思って、手に入れたんですけど、まあ、結果ね使えない、でね、あの価格 .com とか見ると、あのよくそういう不具合例とかでね、どうしたらいいですかみたいなあるんで、ちょっと見てたんですよね。で、あのこの 60D じゃなくて、EOS の 7D とかかな、7D とか、なんかあの X なんとかシリーズみたいなのでは、やっぱり同じようなエラー20が出てて、でこれは電源をあの入れたり、切ったり、あとバッテリーを入れたり挿したりね、あ入れたり抜いたりすると、治りますっていう話だったんですよ、なんだけど、もう私のはね、こうやってちょっとずついじってんだけど治らない、全然全く、ね、ビビって言うんだけど切れない。今これシャッター押してるんですよ。綺麗だ、もうマジね。まあ格安だし中古だからっつって1000円2000円の買い物じゃないわけですよね、これはね、やられましたわ本当に、ちょっとすごい評価の高いショップだったんですけど、ちょっと無理だな、だからもう一個ね、このお店 60D 持ってるんですよ。だからね、それ急遽発送くらいしてくれて、明日明後日ぐらいに間に合わせてくれれば、まあ文句ないんですけど、まあどうにもできませんよねみたいな言い方になったので、ね、まあ、まあ当たり前ですけど、これ返金してもらってね、もう今週末やっぱり FZ200 で頑張るしかないってことになりますよね。もう参りましたよ本当に。いやー、買ってもいないんだけどね、ニコンがいいなんて言ってたからね、ニコンに呪われたから、参ったら、ね、こうやってフォーカスは効くんだけどね、シャッター切れない。はい、ということで、もうね、動画撮ってるってか、一人であのカメラに向かって愚痴こぼしてるだけですけど、まあ頭きました、はい、ということでね、やっぱりね、買うならカメラの北村だと思う、中古はね、だって商品届いて物見れて触れて捨て買うか買わないか選べるからね、多少高くてもやっぱりカメラの北村だ、と思った、本当にいい勉強しましょう、もうそう思うっきゃないね、そうしないとやってらんないもん本当、ちょっとここうち事務所ですけどね、事務所中ぶち壊して歩きたいですからね、棚とか蹴ってね、ふざけんじゃねえぞとかってね、バッキバキ蹴って歩きたいんですけど、まあね、大人ですからね、そうもいかないですからね、はい、ということでね、今日の日中はね、もうすっごいいい気分でね、
2,3 発殴られてもヘラヘラしられるぐらい機嫌良かったんですけど、夜からはね、がぜん、もう激おこっていうね、状態の鍋でございます。はい、ということで、まあ、Amazon さんとはいえね、こういう買い方はやっぱり危険です。やっぱ自己責任なんだなって思うとこありますけどね。ただもうこれはもうガンとしてジャンクで売ってたわけじゃないしね、壊れてますって、ね、一言も書いてないんで、これはもう先方さんに修理してもらうか、金返してもらうか、代替品送ってもらうか、絶対してもらいます。はい、もうそうしないとね、本当に行く俺そこの店、と思うとか言ってね、本当ですよ、冗談じゃないですからね。はい、ということで、すいません、ちょっと言葉が乱暴になりましたけどね、こんな鍋でございました。はい、あ、だっか60で貸してくんねえからみたいなね本当ね、まあまあまあ、ビデオカメラ持ってね、全体をパーッと撮ってね、それで帰ってきます。はい、ということで、まあ奇跡が起きたらまたちょっとね、奇跡が起きました動画はないだろうね。ないです。はい、奇跡は起きません。ということで、皆さんも中古ね、ご購入されるときは本当に気をつけていただきたいと思います。はい、ということで、買ったはいいけど、壊れていた、使えないというお話でございました。もし、これが私の勘違いで治りますよって、ぜひご連絡ください。もうそれで治ったらね、本当なんかお礼を、はい、させていただきます。本当にわずかですけどね、何かアメちゃんとかせんべい、新潟のせんべいとかね、送らせていただきますんでね、何かもしで解決方法があったらね、教えてください。はい、よろしくお願いします。鍋でした。